ちょいそうじゃない？だから買った。ファミマ行こうと思ったんだけど、最近ずっとファミマだからセブンにした。なんとなく。晩ご飯、晩ご飯パスタ食べてこれも食べてる。なんかみなちゃん、なんかエビのパスタ、クリームパスタとこれめっちゃ美味しい。これケンタレまぶしっていう。手だとないよ。これメロンだけ。仮眠してた。配信終わった後ちょっとだけスイカゲームやって眠くなったから寝てた。書いてるけど特製だしつゆって書いてるけどタレって感じ。ちょっとスイカゲームしようかな、ね、さっきずっとやってて今日マジで難しい。めっちゃ美味しかったのさっきね。スイカゲームさ、スイカを作るゲームなんだけど、そのままでなんかフルーツ同士、同じ柄のフルーツ同士を、同じフルーツ同士をなんか2個つなげて次のフルーツにして、フルーツにどんどん作っていくのね。でメロンの次がスイカなので、メロン2個作れてスイカできるじゃんって思ってたらくっつかなかった。めっちゃ美味しかった。配信30分ぐらいするね。さて今何分に始めた？45分ぐらい。私配信何分に始めてる？30分ぐらいする。あ、待って、充電器が、充電がない。20分から30分、9時15分ぐらいになったね。勤務、ちょっと待って、充電器持ってくる。スイッチのないよね、ここ充電器。いけるかなこれ。あ、どうなってるこれ。あ、充電できた。できるじゃんこれ。いや、スイカゲームやろう。みんなやってみてよ、スイカゲーム持ってる人。スイッチマジ楽しい。え、今日ね、あの昨日から始めてさ、あの一番いいスコア出たよ。2640。まだ低いけど、ちょっともうちょっと高いスコア。楽しいよスイカゲーム。安いし240円ぐらいだから、ぜひやってみてみんなも。マジで難しい、これ思ってたよりむずい。うまくいかない。まだなしだわ、一番大きいの。
もうちょっと大きくしないとね。これ桜もくっつかないの？ああ。待つのもね大事だから、こうフルーツ動いてる間。やばい、転がっていっちゃった。フルーツだね。フルーツは下からさくらんぼ、いちご、ぶどう、デコポンかな、デコポン、みかんかオレンジ、みかん、ちょっとなんかよくわかんない、どっちか。リンゴ、梨、桃、パイナップル、メロン、スイカの順番。ずっとしてた今日これ一人で崖です。あ、なんか気づいたらくっついてったわ。ずっとスイカゲーム。今日空き時間が長かったから持ってきたの、スイッチを。いつも持ってこないんだけど、今一番大きいのは桃。マジでスイカ作るのめっちゃ難しい。どうしようかな。で、うん、メロンぐらい作りたいな。メロンもね結構難しいんだよね、意外と作るの。スイコに1個手前のやつ、スイカ作りたい。楽しいねこのゲーム。流行ってるの最近知って、始める気なかったんだけど、なんか始めちゃった。昨日なんとなく夜に、あ、なんかスイカゲーム買おうかなって気になって買ってみた。初めてさ、スイッチのあのなんていうの、あれ、任天堂 e ショップ使った。買ったことない、買ったことなかった。あ、梨くっつかないのこれ。あともうちょいだな、もう少し動かしたらくっつきそう。うん、くっついた。パイナップルできた。楽しいこれ。でもスイッチライトだからさ、私の YouTube とかではできないけど、つなげれないんだよね画面に。普通のスイッチ買わないと。テレビにつなげれる方の。欲しいな、どうしよう。ああ最悪だ。思ってたところと違うところに落ちてった。そこじゃないんだけどな。まあいいや、なしになったから仕方ない。順調。でも一番大きなパイナップルなんだよね。もうちょっと大きくしないと。思ってたんと違う？何が？スイカゲーム？なんか見た目簡単そうなのにめっちゃ難しい。スイカ作れるでしょって思ってたんだけど、まだ一個も作れてない。意外とむずいねこのゲーム。昨日初めて見て思った。あ、パイナップル2個できたよ。メロン、メロン、メロン、メロンにしたい。熱いな、エアコンが出てくる。充電されてるよねこれ。大丈夫、携帯の充電あるかな。携帯の充電は電気があるから。でもこれなんかね、充電されるか微妙だな。あ、はまんない。
年最高何キル、何キルとかじゃないのこれ、スコアだから。2640、今までの最高昨日始めたばっかだけど私だから、ま、あタイミング悪かったな、もうちょっと待てばよかった、まだあれだけど昨日始めたばっかだからまだそんなに。あ、もうできた。結構ね難しい、頭使う意外と。やばい、オレンジが落ちてきた。邪魔だなこのオレンジ。お、なしになった。あ、メロンできた、メロン1個で、もう1個メロンを作ってスイカを作るの。まだスイカ作れてない。え、むずくないこれ、スイカ作るの。そもそもスイカ作るのが難しい。それスイカ2個作って、でそれくっつけたらゴールでしょ、きっとゴールっていうかクリアでしょ。そういうことだよね。え、マジで難しいよこれ。やったことあるみんな。なんか想像してるよりむずい。もう、え、これ頑張ればもう一個作れそうだな、メロン。今ね、パイナップルと桃と梨があるんだよね。いけそう。で、もうちょっと待って。よいしょ。オレンジ。あ、オレンジつなげたいけど、つながらないな、これ。むずい。で、オレンジ、あ、桃、待って、うわ、この桃つなげたらさできるのに、スイカがで、パイナップルとつながってメロンにつながるんだけど、つながらない、邪魔すぎる、間のフルーツが3つ。繋がってほしいな。うん、なんか行ってほしいところに行ってくれないんだけど。梨1個できたけど、いや桃同士くっつけたいんだよね。でもつながる位置にいない。結構上の方まで来てるし、もうやばい、ピンチ。よいしょ、これ、やばいやばい、えー、くっつかないじゃん。もうこれダメだ。あー、くっつかないのこれ。もう結構上ギリまで来てる。あ、オレンジだった。ああ、でもあれ動かないってことは、え、なんか押せなくなっちゃったボタン。あー、びっくり、スコア送信中か。ただのロード中だった。ダメだった、溢れた箱から。1864、まあいい方じゃない。むずい、もう帰ろう。15分になったらな、きのうそれまで。むずい、ハマってる今これ、昨日から始めて。スイカゲーム結構楽しい。梨できた。
あるよ。デコポンの次。どうしようかな。あ、なんかフルーツ置いてるわ。置こうと思ってたとこ置けなくなってた。あ、これで。リンゴがつながってほしい。むずい。つながった。なしになった。スイカ1回ぐらい作りたい。カメラ動かないのか。動かない。いや、あれが見えないとイメージが見せれないんだよね。画面見せたらね、配信止まっちゃうから見せれないんだよ。音も出せない。どっちも配信が止まらんでね。あ、リンゴつながってよ間のさくらんぼがめっちゃ邪魔。いいじゃん。さくらんぼ、さくらんぼが邪魔で繋がらなかった。リンゴ。桃一個できた今。順調。うん、なし。早くスイカ一個ぐらい作りたいな。一個ぐらい欲しい。いちごあるよ。さくらんぼ、いちご、ぶどう。くっついた。うん、オッケーオッケーオッケー。結構今いい感じ。そんなに溜まってないし。で、あ、どうしようか。こっちに置くか。いや、ミスったか、置く方逆が良かったか。まあいいや。よし、パイナップル1個できた。で、さくらんぼ、血も落ちてきちゃった。あ、くっついた。結構難しいこれ。桃でしょ。結構いいんじゃない。割とさ、やってる割にはそんなに溜まってなくって、下にいい感じに多分詰めてる。あ、ここに積んじゃった。どうしようか。こっちでいこう。なし。スイカ作りたい今日ずっとやってんのにさ、空き時間にスイカまだ1回も使えてない。昨日はね、2回ぐらいしかやってないんだよね。3回ぐらいやったか。でもそんなやってない。すぐ寝た昨日は。だからあんまやってなくって。オレンジがずっとくっつきそうでね、もうほんと数ミリ浮いてる早くくっついてよ。なんでずっとそこくっつかないわけ。他のフルーツは動くのに。あ、離れていっちゃった。くっつかなかった。オレンジなし。なし、くっつくこれ。あ、くっつくわ。楽しいこれ。
え、リンゴくっつきそう。くっついた。桃もいけそうじゃない？これ桃でくっつけたらさ、あ、メロンできたわ。一気に連鎖連鎖。楽しい。え、このメロンをあともう一個作って、そしたら一個やっと追加ができる。メロンは頑張ればいける。問題はスイカ。一番大きいやつなんだけど、スイカが一番大きいやつだからさ、難しくって簡単に作れないから、マジで難しいこれ。うん、くっつかない。あ、そっち側に行くのね。思ってた方と違った。よいしょ。お、え、桃くっついて浮かないで、そこで。うわ、邪魔か。さくらんぼとイチゴが、間にさくらんぼとイチゴある。くっつかないわこれ。桃、桃くっついたらパイナップルになる。めっちゃスコアはいい感じ。1376で今。そんなに下溜まってないから、今のところ。今のところはいい感じ。くっついてほしい。ここ、くっついて。もうくっついた。梨ができて、うわー、これももうどうにかしてくっつけたいんだけどさ、ずっとさ間にさくらんぼが邪魔すぎる。これ溶けたい。動かないんだよな、結構下の方にいるから。むずい。お、あ、メロンで、メロンじゃない、パイナップルできた。でこれをあともう一個作って、メロンをパイナップルにして、メロンにしたらもうあとはそのメロン同士をくっつけるだけなんだけど、さっきね一回そこまで行ったの、スクショ撮ったもん、嬉しくって。くっつかなかったけど、スイカにスイカにはなんなかったけど、メロン2個まではいけたの。オレンジがくっつかないね、これ。あー、くっつきそうだったのに。オレンジくっつかないのか、ここ。うわ、梨の間にまたイチゴいる。よいしょ。むず。やばい。フルーツめっちゃ動いてるわ。やばい、溢れそう。これメロンに押し上げられてる。ちょっともうちょっと待ったらどっかくっつきそうなんだよね。いや、詰むかも。むずい。でもこれ無理だ多分。うん、やっぱ溢れた。くっつくときにちょっと跳ねるんだよね、フルーツが。むずい。1908スコア。でも帰るわ、悔しい。スイカが作れない、難しい。ちょっとみんなやってみてよ、スイカゲーム。ちょっとスイカ作れたら報告してちょっとスイカ作りたい。ちょっとやってよ、みんなもスイッチ持ってる人スイカどうやって作るんだよできないんだけど。
今日作れたスイカ本当に売ってる私できないんだけど、これメロン2個まではいけたのにくっつかなかった。間のちっちゃいフルーツが邪魔すぎて。一応240円もする。240円なんて安いじゃん。やろうよ普通のソフトに比べたらめっちゃ安い。普通のソフトの4000円、もっとするか、5000とか6000ぐらいする。もっとするっけ、あんま買わないから安いじゃん、それに比べたら。やろうよ、ググって攻略法。いや攻略法とかね調べたくないのよ私。嫌なのよ調べるの、あんま好きじゃない。自分でやりたい。もうもういいけど、でもこれあんま攻略法あんのかな、あるのか積み方みたいな。いやまあいいや、見たくない。オッケー、すっきりしてる結構箱の中今。メンバーで他にやってる人いないのかな、スイカゲーム。いないかもう聞かないから。やってるけど時間が無限に消費される。え、わかる、めっちゃね気づいたら時間めっちゃ経ってる。でも楽しいんだよなこのゲームあんまいなさそうだよねやってる人。てかなんかこういうさソフトじゃなくってさ、普通に Nintendo eShop で買うやつ、これソフトなんていうの、ダウンロード限定のやつじゃん、こういうの。これスイッチはなんか他のソフトのゲームやっててもこういうゲームやってる人は少なそうイメージだけど、そんな気しない。お、パイナップル言ってきた。あーここ行かないのね、パイナップル大きいからな結構。オレンジ、2年前に遊ばれ、え、そんな前なの。え、15分やばい、これ終わったら、これ終わったらランキング大丈夫、この後レッスンがあるわけじゃない、終わったからレッスン。これ2年前とはなんだ、全然知らなかった。なんで今流行ってるんだろうね、最近発売されたやつかと思ってた。スコアいくつ今、693、まだ全然、さっき始めたばっかだから、まだこれから。今いい感じ、よいしょ。梨今の大きいのはパイナップル、梨桃で、リンゴが2個ある。うん、パイナップルもう1個できた。パイナップルくっつけたいけどくっつくかな、間のフルーツが邪魔だな。あ、転がってっちゃった。うん、パイナップルくっつけたい、これ。うん、くっつかない、オレンジが。よいしょ、めっちゃフルーツ転がるんだよな難しい、転がるから転がらないでほしい時に限ってめっちゃ転がる。
ルがくっつかない。間にリンゴがあるんだよね。それがなくなったら、うん、おくっついた。お、あのなし、デコポンがこうかな。パイナップルはもうずっとくっつかない。早くくっついてよパイナップル、ずっとくっつきそうなのにね。どんどんさ、なんかさっきのリンゴはなくなったけど、下にあったフルーツがどんどん間に入っていってさ全然くっつかないんだけど。あ、パイナップル、あ、違う、もう一個パイナップルできてメロンできたわ。次え、いいんじゃない。でも一個パイナップルがある状態だから、でこれであともう一個パイナップル作ってメロンにしたらスイカが一個できるってことだよね。できるかなそこまで私できるかな。むずメロン一個あるんだけど、むずいこれ。え、オレンジきた。石ももう一個できた。で桃の次がパイナップルだから、あともう一個桃作ればいい。つい、あー、そこリンゴ、リンゴじゃない、イチゴ入っちゃう。邪魔、入ってほしくなかった。そこに、次か。あ、梨まで行けた。梨もう一個できたけど反対にいる。ちょっと難しい。くっつかないの。急に行きすぎた私が。やばい、これ跳ねる。うん溢れた、跳ねて。惜しい、もうちょっとで追加作れそうだったのに。1793、むずいね。下手だな。タイトルにも終わろう、また後でやろう、練習しよう。スイカゲーム楽しい、このゲーム。でそろそろランキングやろうかな。スイカが作れなかった。じゃあランキング読みます。13位、すみさえさん、ありがとうございます。12位、おさむさん、ありがとうございます。11位、としのりさん、ありがとうございます。10位、香港のはるまさん、ありがとうございます。9位、おまめさん、ありがとうございます。8位、バトニーさん、ありがとうございます。7位、ディノゾさん、ありがとうございます。6位、周平さん、ありがとうございます。5位、ゆじゃとまく、お礼の天使は強化だけさん、ありがとうございます。次、4位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。3位、にゃんほそさん、ありがとうございます。2位、グランザとまく、強化たむずさん、ありがとうございます。そして1位がラボーナさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうありがとう。ちょっと帰ってスイカゲームちょっとだけして練習して寝よう。明日朝早いし明日朝早いの。明日の配信も合間でしようかな。明日の朝結構早かった気がする。めっちゃ
早起きだ。明日も、明日もなんかレッスンの合間とかでする。だからお昼かお昼過ぎか夕方。いつだっけ、レッスンの合間どこでできるっけ。お昼ぐらいに場所が空いてればできるかも。それか夕方、全部レッスン終わった後ぐらいになるかな。じゃあそろそろ終わろうかな。ありがとうございました。また明日の配信で。ありがとう、バイバイ、またね、おやすみ。